ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。聞いて聞いて、新しいゲームを買ったのよ。へえ、何を買ったんだ？信長の野望の新作。おお、霊夢は本当にこのシリーズが好きだな。今までのも結構買ってるんだろ？うん、初めて買ったのは烈風伝だけど、それからずっと買い続けてるわ。シリーズによってシステムも変わるし飽きないのよ。それこそ一作目からずっと追いかけ続けてる人も多いからな。確かにそうね。このゲームがこれだけ長く続くのも、信長のキャラとか人生がすごく濃いからなんでしょうね。そういうことだな。それに、信長本人だけじゃなく、信長と関わった人たちの人生もかなり濃いぜ。秀吉とか光秀とか？確かにその二人のインパクトはすごいが、武将たちだけでなく、信長と関わった女性たちの人生もなかなかすごいぞ。しかもかなり謎に包まれているんだ。やっぱりあの信長と関わるくらいだから、その女性たちも個性的なのかしら。どんな人たちで、どんな謎があるのか気になるわ。じゃあ今日は織田信長が関わる、日本で最も謎に包まれた女性たちについて話していくぜ。それでは早速、ゆっくりしていってね。まず紹介するのは濃姫だ。政略結婚によって信長の元に嫁ぎ、乱世の時代を共に生き抜いた女性だぜ。信長の奥さんなんだ。それなら信長と同じくらい色々な資料が残ってるんじゃないの？と思うだろ。ところが濃姫は本名もわかっておらず、信長に嫁いで以降は歴史から名前を消してしまったんだ。その後については信長と離縁したとか、信長と共に本能寺で亡くなったとか、生き延びて別の場所に行ったとか色々な説が語られているぞ。本名も最後も、何も明らかになってないのね。濃姫は1535年に、美濃の戦国大名、斎藤道三と海の方の間に生まれた。道三は出世のためなら主君を裏切ることも意図はなかったため、美濃のマムシというあだ名でも呼ばれていたぞ。ヒゲの個性も強いし、かなりクセ者っぽいわね。ヒゲは別にいいだろ。ただクセ者だったのは間違いないぜ。なんせ美濃守護だった時氏の信頼を得ると、かつての主君、長井長広を殺害して権力を持ち、1541年になると今度は時氏を終わりに追放し、美濃の国を配下に置いたからな。一回どころじゃなく二回も主君を裏切ったの？そうだぜ。しかし200年にもわたって美濃守護を務めてきた時氏を支援する者が依然として多く、まだ完全に掌握していたわけではなかった。さらに1544年には道三の台頭を嫌う隣国、尾張の織田信秀が退治と称して、時頼明を援助して兵五千を派遣し、越前の国の朝倉高景の加勢を受けた頼明の甥、時頼泉が、7000の兵と共に攻め入ってきたぜ。織田も朝倉もかなりの有力者だしピンチだわ。戦いはどうなったの？道三は織田勢と交戦して過半数を討ち取られてしまったため、織田、時それぞれと和睦して事を収めることにしたんだ。そこで織田家とは信秀の嫡男信長と娘を結婚させると誓約し、時家とは頼明を北方城に、頼泉を川手城に入れると約束したぞ。じゃあ濃姫は、父親が権力を守るために信長に嫁ぐことになったのね。ああ、この時代によくある政略結婚だな。その後1546年、道三は朝倉高景とも和睦し、頼明が守護職を頼泉に譲るという条件で、新たに和睦の証として娘を頼泉へ輿入れさせたとされている。時家当主への輿入れであり相応の身分が必要との推測から、この娘は道三の正室を母とする濃姫だったとする説があるぜ。この説に従えば、濃姫は数え12歳で頼泉の正室となったことになるな。あれ？濃姫は信長と結婚させるって約束したんじゃないの？その約束は一旦保留になったみたいだ。しかしこの輿入れ後も織田朝倉双方に道三を討伐しようという考えは残っていて、1547年8月には頼明と頼泉をけしかけて道三と戦わせようとした。しかし道三はこれを察知し、織田朝倉勢が押し寄せる前に頼明と頼泉の元へ攻め入ったぞ。せっかく戦を防ぐために濃姫を頼泉に嫁がせたのに、これじゃ政略結婚の意味がないよな。しかも美濃の国初級記によると、頼泉は戦の中で討ち死にしたか、または同年11月に突然亡くなったとされている。この突然の死についても道三が関与していると考えられていて、過去の大河ドラマでは道三が頼泉に毒入りの茶を飲ませて毒殺するシーンが話題となったぜ。父親の権力維持のために政略結婚させられて、なのにその父親が夫を殺すなんてむちゃくちゃだわ。ひどい話だろ。この夫の死によって濃姫は実家に戻ったと推測されるが、
道三はすぐまた彼女を時氏の一門である時八郎頼高に嫁がせたんだ。また政略結婚させられたの？そうなんだよ。このことが新朝後期には、残った娘を5歳にしなさいと無理やり八郎に押し付けたとあり、さらに八郎は道三に監視される生活が嫌になり逃げ出したが、道三はこれを追いかけ、捕まえて切腹させてしまったと書かれているぞ。二人目の夫まで父親に殺されてる、濃姫が気の毒すぎるわ。自分で選んだ相手ではないにせよ、心が折れそうだよな。その後道三は美濃の国を制圧するために織田信秀と和睦を結び、その条件として1549年に信長に濃姫を嫁がせた。この時信長は16歳、濃姫は15歳という若さだったぞ。15歳にして3回目の結婚、しかもこれも政略結婚なのね。そうだぜ。しかもまた気の毒なことに、それまでの時氏への結婚はまだ玉残しとも言えるものだったが、信長は周りからうつけと呼ばれるような、将来どうなるかもわからない若造だったんだ。それまでの結婚も濃姫の意思を無視してるし、しかも3回目にはうつけなんて呼ばれる相手に嫁がせるなんて、完全に毒親よ。今の感覚では信じられないよな。ただし道三から担当を渡された時の逸話を見ると、濃姫が気丈な女性だったことがわかるぜ。担当？ああ、道三は、信長が噂通りの大うつけであったなら、彼をその担当で刺し殺すように話したんだ。しかしそれを聞いた濃姫は、この担当で父上を刺すことになるかもしれませんと答えたと伝えられているぞ。強い。実際のところ道三は刺されても仕方ない気がするけど、それまでの行いを思うと当然だよな。ただこの逸話から、彼女が心の強い女性だったことがわかるぜ。それまでの辛い経験が彼女をたくましくさせたのかもしれないわね。信長があそこまで出世できたのも、濃姫の支えがあったからこそなんでしょうね。そうだろうな。あとは信長が濃姫を策略に利用した、なんて逸話もあるぞ。利用って、人聞き悪いわ。どんな話なの？絵本太閤記によれば、信長と濃姫が結婚してから1年ほど経った夜、濃姫が眠ると信長は寝所から出て、しばらくしてから戻ってくる行為を繰り返すようになったらしい。不審に思った濃姫がその理由を尋ねると信長は、斎藤家の家臣と謀反を起こす相談をしたのでその家臣からの連絡を待っていると答えたんだ。かなり不穏な話じゃない。そうなんだよ。当然濃姫はこのことを道三に伝え、そして道三は謀反を計画しているという家臣を殺してしまったぞ。謀反を起こされちゃったら困るし、仕方ないわよね。しかしこれこそが信長の策だったんだ。どういうこと？嘘の噂を流すことで斎藤家の内紛が起こることを狙っていたんだぜ。嘘だったんだ。信長らしい狡猾な作戦だわ。濃姫の聡明さや真面目さを分かった上で利用したんだろうな。ただし信長と結婚していこう。この逸話以外に濃姫の名は歴史から姿を消してしまった。一説では、信長とは離縁したのではないかと言われているぞ。そうなの？別れる理由なんてなさそうだけど。これは濃姫と信長の間に、後取りとなる子供が生まれなかったことから予想されている説だ。先ほど言った通り二人の結婚は政略結婚だったが、後継ぎがなく、しかも父である道三が死去してしまった後には、この結婚に意味がないということで離縁されたのではないかと言われているぜ。政略結婚とはいえ、それはあまりにも冷たい気がするわね。それに濃姫がいることで信長も助かったりするんじゃないの？確かに織田方には斎藤家とゆかりのある家臣も多く、美濃の国をまとめるためには濃姫の存在がプラスとなるはずだ。また道三の遺言とされる信長に美濃の国を譲るという話も濃姫の存在ありきだから、わざわざ離縁する必要はないように感じるな。メリットがなさそうだわ。では二人の結婚生活が続いていた場合、その後の濃姫がどうなったのかについてだが、まず本能寺で戦死したという説があるぜ。信長と一緒に亡くなったってこと？ああ、本能寺の変を画題とした浮世絵、本能寺焼き討ちの図には、薙刀を持った女性の戦う姿が描かれていて、これが濃姫なのではないかと考えられている。もしそうだとしたら、濃姫は信長と一緒に本能寺で亡くなったということになるな。強い女性だったみたいだし、それはありえそうかも。そうだな。またこの時に家臣が濃姫の髪を持ち帰って墓を建てたのが、岐阜市内にある濃姫遺髪塚だとも言われているぞ。お墓まであるならそれが本当っぽいわね。いや、これは濃姫が死んだと見せかけるためにわざと家臣が建てたとも言われていて、結局真相は定かじゃないぜ。そんなこともあるんだ。いろんな可能性があって難しいわね。じゃあ本能寺で亡くなったわけじゃないとしたら、その後濃姫はどうなったのかしら？そこで言われているのが、安土城にいた安土殿と呼ばれる女性が濃姫なのではないかという説だ。これは織田信雄文言帳に記載されている名前だが、
女性としては3番目に記載され、さらに安土城の安土という土地を冠されていることから、その地と縁の深い信長の性質なのではないかと推測されているぞ。政略結婚を繰り返した挙句戦死なんてかわいそうすぎるから、生きていてくれたら嬉しいわ。そうだよな。ちなみに安土創建時に所蔵されている織田家過去帳によると、安土殿は78歳で亡くなったとされているぜ。じゃあ濃姫は長生きしたのかもしれないのね。可能性はあるな。しかしまだまだ謎に包まれた部分も多く、濃姫の生涯に関しては創作の息を出ない話がたくさんあるぞ。そんなに謎ばっかりの割に有名だし、いろいろな作品に登場してるみたいね。そうだな、大河ドラマはもちろん、2023年には二人の物語を描いた映画も公開されるらしいぜ。主役にした映画が作られるくらい人気なんだ。ああ、歴史的な情報が少ないからこそ様々なストーリーが想像できるため、人々の関心を集め続けているんだろうな。次に紹介するのは生駒狐田。信長の側室として3人の子を産み、信長から正室と同格の扱いを受けていたと言われているぞ。ってことは濃姫と同じくらいの扱いを？すごいわね。しかし本名さえわからず、しかも彼女に関する記載がある資料は武甲屋はしかない。または隠して亡くなったとされているが、その去年も不確かで、かなり謎が多い女性だぜ。資料が少ないのね。濃姫以上に謎が多そうだわ。生駒狐田は1528年、織田氏に仕えていた生駒家宗の娘として生まれた。兄である生駒家長も父親同様に織田氏の家臣を務めていたぞ。じゃあそもそも織田家との関係が深かったのね。そういうことだ。ただし狐田は信長と結婚する前に、美濃の土田や平治の元へ嫁いでいたぜ。この人も最初は違う人と結婚してたんだ。ああ、しかし1556年、明智城の戦いで平治が戦死したため実家に戻ることになった。信長と出会ったのはこの実家生活の時期で、信長が生駒屋敷を訪れた際に見初められて側室となったそうだ。一目惚れみたいな感じかしら？美人だったんでしょうね。ただし非公式の愛称という立場だったようで、しばらく生駒屋敷で暮らし続けていたらしい。そして1557年に織田信忠、1558年に織田信勝、1559年には徳姫を産んだとのことだぜ。一緒に住んでたわけじゃないのに立て続けに3人も子供を産んだのね。正室である濃姫との間に子供がなかったことも大きかったかもな。しかしこれだけ連続して出産したため、産後の声立ちが思わしくなく体調を崩してしまったぞ。かなりハードなスケジュールだもの。そうだよな。そんな中信長は本拠清洲城から小牧山城に移転した後、狐野のために新御殿を建設して移住するように使いを出した。しかし狐野の兄が信長に病のことを知らせると、1563年に信長自ら生駒屋敷に狐野を迎えに行き、小牧山城へ連れ帰ると家臣に嫡男信忠の生母として披露し、正式に側室になったそうだ。三人も子供を産んでから、やっと一緒のお城で暮らすことになったのね。遅すぎるくらいだよな。しかもこの時すでに体調はかなり悪かったようで、小牧山城に移ったのは死去する前年だったことが武甲屋に記されているぜ。せっかく一緒に暮らせるようになったのに、たった一年で亡くなっちゃったの？しかもまだ若かったんじゃないかしら？その通りだ。亡くなった年齢は39歳とされているが、29歳だという説もあるぞ。え、どうして10歳も違う説があるの？彼女の生まれた年について1528年説と1538年説があるからだ。どちらも根拠となる決め手がなく、判断が難しいのが現状だぜ。なるほどね。だけどどっちにしても若いし、お城に移ってから1年で亡くなるなんて気の毒だわ。しかし彼女が織田家に与えた影響は大きく、特に子供たちは織田家を支えていくことになった。長男信忠は家督を継ぎ、長女であり信長から最も信頼を寄せられていた徳姫は、織田家にとって重要な同盟相手である徳川家の嫡男松平信康に嫁いでいるからな。狐野がいなかったら織田家の行く末もかなり変わってたでしょうね。間違いなくそうだろうな。また彼女がダビに付されると、信長から高価料として660石が生駒家に送られた。そしてその後豊臣秀吉からも保護され、江戸時代は織田家によりたびたび法要が営まれていたぜ。信長の側室だった期間は短かったのに、亡くなってからもずっと大事にされていたのね。そういうことだ。これらの理由から生駒狐野は資料が少ないながら、信長最愛の女性と呼ばれ、信長を語る上で外せない存在として、今でも語り継がれているぞ。最後に紹介するのは小姓だ。
朝倉義景の側室となって、名門大名朝倉氏の一族となるも、信長の襲来によって不運の生涯を送ったぜ。今度は信長サイドにいた人じゃなくて、敵対していた側なのね。ああ、しかし小将将という呼び名は通称でしかなく、美貌ゆえに義景の寵愛を受けたということくらいしかわかっていない、謎に満ちた女性だぜ。名前もわかってないミステリアスな美人、気になることばっかりだわ。小将将は朝倉氏の家臣、斎藤兵部将勇の娘として生まれ、朝倉義景の4番目の側室になった。この名前は戦国時代の側室に付けられたいわば通称で、本名はわかっていないんだ。塩少々、小少々ってね。小少々みたいに言うな、気持ちはわかるけど。我慢できなくてつい言っちゃったわ。それで、どんなきっかけで側室になったの？この頃の義景が大事な後継ぎを失ってひどく落ち込み、次第に政務を放棄するようになっていたことが理由だぜ。これをなんとかしようとした家臣が、義景に側室を持たせることを提案したんだ。なるほど、それで家臣の娘だった小少々が選ばれたのね。そういうことだ。そして周囲の思惑通り、義景は若く美しい小少々のおかげで次第に活力を取り戻していった。しかし寵愛するあまり、莫大な資金を投じて小少々の住まい、諏訪館を建設し、この大邸宅に住んだことから彼女は諏訪殿の別名でも呼ばれていたぞ。やっぱり美人がいると張り切るんでしょうね。当然といえば当然だな。しかも小少々は1570年には待望の男の子を出産した。その子は愛王丸と名付けられ、義景は大事な後継ぎを産んだ小少々をますます寵愛するようになったぜ。子供の名前からしてめちゃくちゃ愛されてることがわかるわ。息子も生まれたし、これで小少々の立場も安泰ね。ところがそうもいかなかったんだよ。朝倉家は勢力を伸ばしていた織田家と対立を深めていて、元気の騒乱や金ヶ崎の戦いなど、戦に明け暮れるようになったぞ。ここで信長の名前が出てくるのね。朝倉家はどうなっちゃうの？信長と対峙した義景は、戦の拒否面において判断力や決定力が欠けていたと言われている。そんな状況が有力家臣たちの信長側への寝返りを引き起こしたそうだ。そして1573年に信長はいよいよ朝倉氏の本拠地である一条谷に攻め込んだが、すでにこの時義景の元を去った重臣も多く、主要な戦力に乏しい状況となっていたぜ。かなり絶望的な状況じゃない。そうなんだよ。義景はこの戦いに敗れ、一条谷を放棄して小少々と共に大野軍へ落ち延びることになった。しかし、いとこである朝倉景明の裏切りにより、義景は自害してしまった。いとこにまで裏切られるなんて、ショックすぎる夫との別れね。一緒にいた小少々は？それに子供は無事なの？いや、残念ながら資料によると織田信長の家臣であった丹羽長秀の手によって、朝倉義景の母、高徳院と愛王丸は生け捕りにされ、今城近くのお堂で刺殺されてしまったそうだ。子供まで殺すなんてひどい。あれ？でも小少々がどうなったかは分かってないってこと？自然に考えるならこの時一緒に殺されてしまったのではないかと思うが、資料には名前が残されていないため、その後の足取りは不明とする見方もある。また岐阜県御嶽町の岩光寺には、義景の妾が義景の意地を出産したという言い伝えがあり、これが小少々なのではないかとも言われているぜ。最後ははっきりと分かってないのね。だけど、もし生き延びてたとしても夫と子供を失ってるしかわいそうね。本当だよな。しかも朝倉義景の代で朝倉氏が滅亡したのは、国を傾かせるほどの絶世の美女だった小少々が義景を籠絡したからだとされたり、朝倉氏末期では小少々の政治介入が家の滅亡の原因になったとされているぞ。朝倉家のために側室になって跡取りまで産んだのに、そんな風に言われちゃってるんだ。義景が彼女にのめり込んだのは事実だからな。しかし朝倉家が滅びたのは、義景が判断を誤って家臣の寝返りを許してしまったことが致命的だったと思うぜ。そうよ、それに、朝倉家を滅ぼした直接の原因は信長でしょ？その通りだ。結局のところ小少々も、信長に人生を翻弄された女性の一人だと言えるだろうな。ということで、今回は織田信長が関わる日本で最も謎に包まれた女性たちについて話したが、どうだった？三人とも大変な人生を強く生きていてすごかったわ。だけどもっと知りたいのに、資料が少ないのが残念よ。そうだな。ただしミステリアスだからこそ、未だに色々な推測が盛り上がったり、作品が作られたりしているのかもしれないぞ。確かにそうね。来年公開されるって言ってた信長と濃姫の映画も見てみたいわ。気になるよな。新しい解釈があるかもしれないし、楽しみだぜ。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。今回の謎に包まれた女性たちの話はいかがでしたか？感想などあればコメントをお願いします。
そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。